皆さんこんにちは。インドはここにあるの翔子です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はインド舞踊独特の手の動きムドラを一緒にやっていきたいと思います。このムドラでは普段使わないような動きをするので集中力アップにもつながります。そして老化とともにどうしても衰えてしまう指先の神経も鍛えることができるので、どの世代の方にもおすすめです。ぜひ一緒にやってみてくださいね。そして今日は背景にもこだわってみました。友人の方に背景も描いてみたらどうっていうことを言っていただいて、インドの友人に何人かどんな背景がいいかなって聞いたんですね。そしたらやはりインドといえば動物の中でも象とクジャクだっていう意見をたくさんいただいたので、今日はこのインドから来たゾウさんとクジャクの羽本物です、こちらと一緒にお届けしてまいります。では始めましょう。今日はこの2つの動きを一緒にやっていただきます。近くでお見せします。まず1つ目のこのジェスチャーですね。カタカムカと言いますが、これではまず前3本、親指人差し指中指をつまみます。そして残り2本をこのように立てます。その際にポイントがグッと全ての指に力を入れることです。そうすることでこことここの幅を均等にすると遠くからも綺麗に見せることができますね。かなり力を入れます。これが1つ目です。2つ目はアラパドマといって、このように開いた形です。パーはいいですね。パーからちょっと小指を中にグッとひねり入れる感じですね。それを下に向ける、これがアラパドマです。2つ目の動きです。これとギュッ、この時も指すべてに力が入っています。はい、最初はね結構難しいんですけども、慣れてくると自然とこのようにできるようになりますよ。じゃあ一緒に少しずつやってみましょう。じゃあインド舞踊ということで胸の前で構えましょう。近くもなく遠すぎもなく、ちょうど胸の前ですね。その時に綺麗に見せること、肘が下がらないように肘をキープします。まっすぐ、そしてせっかく作っていただいたこの肩カムカが綺麗に見えるように倒れないようにグッと上げてくださいね。はい、キープしましょう。いいですね。では笑顔で、今日はサードスピードまでやるので最初ゆっくりファーストスピードでやっていきましょう。ワン、ツーでいきますね。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、笑顔、ワン、ツー、ワン、ツー。いいですね。ではちょっと早くしてセカンドスピードでいきましょう。ワン、ツー、ワン、ツーぐらいですね。肘が下がらないように胸の前で構えて笑顔でいきましょう。せーの、ワン、ツー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 。はい、どうだったでしょうか。サンドスピードまで今日最後やって終わりにしましょう。ワン、ツー、ワン、ツーぐらいですね。では笑顔で胸の前で構えて肘下がらないように、せーの、ワン、ツー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 。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。結構やり終わるとここが痛くなりますよね。少し痛くなったら正解です。ムドラではしっかり力を入れることで綺麗に見せることができるので、ここがどうしても痛くなるのですね。しっかり休んでくださいね。ではお家でも気軽にできるということで、お一人でもお友達とでも楽しく鏡の前でやってみてください。で今日は本当に最後までご視聴ありがとうございます。気軽にコメント欄でもお話ししましょうね。ではまた会いましょう。 See you! Have a nice day! Bye! Ta-ta!